どうも、野内達郎です。今私はフィリピンのセブ島にいます。フィリピンのセブ島で実現したいことが2つあります。1つは英語を話せるようになる、もう1つは YouTube に動画を上げ続けるということです。まず英語を話せるようにということなんですけど、私は今青山学院大学というところに通っているんですけど、周りの先輩方であったり同期の子はみんな英語が話せるという、それなのに自分は中学校、高校、大学と英語を10年間もやっているので喋れないという状況に、今大学4年生の冬休みになっています。本当だったら卒業旅行とかいっぱい行くと思うんですけど、やっぱりどうしても卒業までに英語を自分のものにして話せるようになりたいという思いから、6週間英語を話せるようになりたいのでフィリピンのセブ島に留学に来ています。2点目、 YouTube に動画を上げ続けたいということです。やっぱりその釣りをメインに動画を上げてたんですけど、やっぱオフシーズンなのでどうしても12月以降、1月、2月、3月は結構動画上げづらいというので、ため撮りしてなかったので、そういう状況に陥りました。なのでやっぱ海外の情報を伝えていきたいなと。なぜかっていうと、海外ってやっぱりそのまだ未知なことが多くて、自分自身その戸惑うこととかたくさんあるので、海外の情報を日本人ならではの目線で伝えることができたら、それは有益な情報、役に立つ情報、自分は動画面白いか役に立つ動画のどっちかが支持されるんではないかと思っているので、その役に立つ情報としてこれからも YouTube を上げていきたいと思います。ちゃんと日本から釣り竿も持ってきたので、もし釣れたら動画にしたいんですけど、なかなかお蔵入りになっちゃうかもしれないです。はい、以上でフィリピンセブ島で6週間やりたいこととしてましては、英語を話せるようになる、でもう一つは YouTube に動画を上げ続ける、もしフィリピンのセブ島に来てくれる勇者というか強者がいらっしゃいましたら、ディナーぜひご馳走したいと思います。ではまた。